皆様こんばんは星空の歌皆川るる子ですそして今回のお客様は河野伝道師そして劇作家の稲坂義弘です稲坂先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いします本日は3月の3日ということで、えー、お雛様 ひな祭りのお話を是非とも先生の観点からお話ししていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします素敵なルーツがあるということですのでそちらのお話もお伺いできるの楽しみにしておりますコートもどうやってつながっているのかぜひお話をお願いいたしますはい。放送日は3月の3日夜8時の更新ですどうぞ皆様お楽しみに